はい、株式会社イメージマジック山川と申します。よろしくお願いします。それでは2023年12月期、決算説明をさせていただきます。まずはご覧のような順番でご説明させていただきます。はい 当社の事業概要について簡単にご説明させていただきますが、赤い部分が私たちのプリン,プリントサービス事業となっております。一番濃い部分の赤が私たちの自社サイト。で赤の枠でここ囲われているのが私たちのパートナーのサービスとなっております。 で全体的に青い部分については私たちのソリューションサービスと呼んでいる部分でございましてハードウェアですとかそれからソフトウェアのサービス提供を行っているという、まあ、この2つの事業が主な柱となっております私たちの経営理念とビジョンについてはご覧の通りですので後ほどお手元の資料でご覧いただければと思います こちらも同じくお手元の資料をご覧いただければと思います。はい。業績につきまして、業績のハイライトです。2023年12月期については、決算期を4月から12月に変更しました。そのため今回の決算については、5月から12月の8ヶ月間の変則決算となっております。 売上高についてはオンデマンドプリントサービスが新調し増収各利益については売上増加により増益となっております詳細については次のスライドでご説明いたします <laughs> 今期の数値は8か月のため比較可能とするため対前年同期は2022年5月から2022年12月の 8ヶ月に置き換えた数値を記載しております。売上高は前年35億9600万円から21.7%増加し、43億7600万円となりました。これは主力の連携パートナーの売上が減少したものの、自社サイトであるオリジナルプリント .jp が大幅に増加した結果です。<laughs> 一方の営業利益については前年9500万円に対して3億4400万円と260.7%の増加となりました。これは価格転嫁による利益率の改善が主な要因でした。同様に経常利益、税引き後、最終利益、e ッターも前期よりも大幅増加となっております。 続いて、ご参考までに、市販機ごとの売上高の推移を記載しております。なお、各市販機の実績は2024年12月期と同一期間となるよう組み替えております。季節性がありますが、年間ベースでは成長を継続しております。続いて、市販機ごとの営業利益の推移も記載しております。 マイナスとなっている木は、要因を記載しておりますが、岐阜の工場の立ち上げや、上場時のコスト負担増加、評価損の計上など、スポットの要因を除くと、基本的には売上に比例したものとなっております。続いて、サービス別に売上高、売上総利益をご説明いたします。 オンデマンドプリントサービスについては、売上高が19.4%増の39億6200万円。売上総利益は34%増の14億6600万円。売上総利益は33%から37%となりました。売上高については、自社サイトのオリジナルプリント .jp が前年同期比5億5100万円。 プラス34.4%増加し、大きく寄与し、売上総利益の増加にも貢献しました。売上総利益率の4%の増加については、主に価格転嫁により、原材料高騰によるコスト増が解消され、通常の利益水準に戻ったことと、自社サービスの成長が主な要因でした。 ソリューションサービスについては、売上高48.9%増の 4, 4億,4いや4億 1, 400万円。売上総利益は96%増の1億6400万円。売上総利益率は30%から40%となりました。プリンターとインクの販売自体は堅調に推移しており、ハードウェアの保守に関わる原価の減少や 多額のインクの評価損がなくなり、通常の利益水準に戻ってきております。販、えー、管費については、対、えー、前年同期、えー、10億、えー、あ、えー、1億、えー、8、あ、10億8200万円より、えーえー、200、えー、2300、あ、ごめんなさい、 2億300万円、えー、プラス18.8%増,増加し、えー、12億8600万円となりました、えー。最も大きな要因は人件費と、えー、広告宣伝費の増加です。えー、人件費については、えー、将来の成長に向けて人材の投資を継続しており、えー、対前年比5600万円増加しています、えー。広告宣伝及び反則費については積極的な広告出向により、 対前年比7100万円プラス41.3%増加しています。<laughs> 営業利益の増減分析ですがご覧のとおりです。先ほどご説明させていただいたとおり、売上総利益の改善と半感比率の減少の影響で営業利益率が2.7%から7.9%に改善し、 え、営業利益が9500、九億5400、あ、九億5 0九千五百四十万円から3億4400万円に増加しております。イ b ビッタについては、継続的な設備投資により、減価償却費は700万円増加したものの、経常利益が2億4000万円に増加したため、 2億2900万円から2億4900万円増加し4億7800万円となっております弊社は設備投資による消却負担が大きいため今後も EBIT については重要な指標と見ていきたいと思います BS については税引き後利益の計上により純資産が増加しており 自己資本比率も0.9%増加しております。売上げ増加により、売上げ債権が増加し、設備投資による固定資産が増加しております。なお、一株あたり、純資産額は663円となっております。キャッシュフローについてはご覧の通りとなっております。 営業キャッシュフローの増加と借り入れにより、カ越ゴエ移転等の設備投資を積極的に行いながら、キャッシュポジションは6億7900万円から8億6200万円と改善しております。今後も調達コストの低い借り入れを利用しながら、運転資本の水準を維持し、将来への成長に向けて機械等の設備や研究開発に 積極的に投資していいいきたいと思います新工場の概要についてはご覧のとおり所在地は埼玉県の川越市で敷地面積は1,060坪で今後も生産キャパ増強と研究開発のためにさらに増床を予定しています。 今回の拡張移転の目的ですが、長期的な成長戦略の一環であり、次世代自動化装置の設置を目指してまいります。フラットな敷地による効率的な動線レイアウト配置が可能となり、生産性と品質の向上に大きく寄与するものと期待しています。 2023年12月末に移転が完了しこのような移転による効果は2024年3月以降徐々に出てくると考えております移転コストはほぼ予定通りでしたが電気設備の追加工事などによる投資額が予算を大きく上回っております2024年度損益の影響は業績予想に加味しております 現在開示可能な研究カテゴリーとして、次世代 DTF プリントシステム、DTF 転写効率化ソリューション、省力化共同ロボットアームを中心に、8ヶ月で研究開発費用として7,800万、研究開発型設備投資として5,700万円を投資しました。続きまして、業績予想。 に移ります2024年の業績予想数値は1月から12月の年間数値であるため比較可能性を考慮し参考数値として記載している前年同期実績値は2023年5月から12月までの数値に1月から4月までの資産表ベースでの数値を単純合算しております。 これを前提に売上高については、前年同期60億7200万円に対して 7. 7、7.7%増の65億4000万円を見込んでおります。一方、営業利益については、生産体制自動化推進のための高度人材投資、研究開発に伴うコストの増加により、 前年同期3億1800万円に対して52.9%減の1億5000万円と予想しております営業利益の増減の内訳については下記のとおりとなっております荒利益率の水準を当期の同程度に維持し売上げの増加によ,るより売り上総利益や 1>, 1億6千万円と増加すると見込んでいますが、人件費や研究開発などの半感費の増加により、営業利益は1億5千万円になると見込んでおります。売上の成長を維持しつつ、継続的な成長に向けてた将来への投資を積極的に行ってまいります。 その具体的な内容については、今後の成長戦略にてご説明させていただきます。<laughs> はいえー、成長戦略についてご説明いたします。えー、人材に対して、えー、5000万。えー、機機、えー、拠点に対して2億3300万。 システムに対して5800万円を主な投資として考えております。物作りまあこれはあの時代背景でもあるんですけども、ま労働人口が年々減少していく中で、まあ向こう10年で約800万人が労働人口が減るというふうに言われております。 なおかつ、政府の方では2030年代半ばには最低賃金を1500円にを目指すと昨年の8月に発表されました。まあ、今よりも500円以上時給が最低賃金が上がるということで、毎年の上昇は避けられないと考えております。でこの人件費負担が大きい業界として、 私たちの業界、まあ、全ての業界においてそうなんですけども、まあ、非常に負担が増えてくるということは、まあ、どの業界でも言われている中で、特にものづくりでは非常に重要なものだと考えております。まあ、その中では、できる限り精進化、自動化する装置は必ず必要になるというふうに考えておりまして、まあ、これらの背景から自動化にする装置などについては、 投資を前倒ししししてでも加速するべきと判断しました今までは IT システムだけで成長してきましたが、やはりものづくりの根底にあるのは、機器開発には、やはり、時間がかかります。試作のプロトタイプだけでも、完成度100%に持っていくには、かなり時間がかかり難しいものがあるんですけども、 まあ、ここは、新型の装置、次世代の人件費増だとか、人件、人材不足に対応するための装置開発はえチャレンジでもあるんですけども、まあ、これを前倒ししてでも加速させる必要性があると考えて、投資に踏み込んでいきたいと思います。これらの背景から、私たちは今まで、アパレルの印刷、 <laughs> えここに、えー、上の方に書いてあるシルクスクリーン印刷 DTG、えー、DTF の投資だけを積極的にやってきましたが、えー、今後については、記事に、へ、えー、の印刷ですとか、<laughs> 雑貨などに印刷する UV 印刷、えー、こちらの方にも積極的に投資をし、えー、進めていきたいと思っております。 こちらの方で、一部シルクスクリーン札についても、今までは DX 化が難しいとされていた分野ですけれども、これらの関連装置の開発も進めていきたいと考えております。先ほど少し触れましたが、DTF の次世代プリンターですとか、自動化の装置を開発を積極的に進めていきたいと思います。 その他、刺繍については研究開発も進めております。それから、記事の印刷については、今まで線量が主流だったものが、今後徐々に顔料に移行すると言われております。こういった分野も事業投資を進めていきたいと思います。 それから、UV 印刷について、まあ、雑貨系の印刷物なんですけども、えー、自動化の装置っていうのはなかなか、えー、まだ世には出てきてないんですけども、こう,、まあ、こういったものにも、えー、自動化に適した装置の研究開発を進めてまいりたいと思います。<laughs> まあこれは、あの、アパレル製品の印刷手法について説明したものです。えーまああえー、まあ、これは、あの、 三種類、主に三種類の加工方法がありまして、DTF と呼ばれている、えーまあ、転写する、貼り付けるものですね。それから DTG というインクジェットで直接吹くもの、それからシルクスクリーン刷、えー、するものですね。この三つが主な、えー、アパレル製品の印刷手法なんですけども、えー、この DTF と呼ばれている部分が、えー、2020年から、えー、急速に、えー、世界中で拡大をしています。 えー、まあシルクスクリーン刷については、えー、まあ圧倒的にコストが安いので、なくなることはないんですけども、今まで、機械がほとんど進化してきていません。まあそういった部分では、まだまだ、十分 DX 化の可能、価値が見出せるんではないかということで、これらの分野も、研究開発をしていきたいと思っております。で、主なアパレル製品のコスト構造なんですけども、 えー、左側の下にある部分がインク代です。で、生産コストが、えー、上に乗っかっているものが、えー、まあ、主に人件費と考えて、えー、いいと思うんですけども、やはり工程が、えー、今まで多かったものを、 どうやって自動化するか、省略化するかっていうものを今までソフトウェアで解決してきたんですけども、ソフトウェアだけでなくてハードウェアでも解決することで、ここまでコストが下げられるんではないかということで、こういった研究開発を進めてまいりたいと思っております。DTF については今年中の試験運用を開始したいと思っております。 DTG については、ブラザーのデジタルラインをすでに導入済みでございまして、ここまでコストを下げることができました。それからシルクスクリーン札については、2024年、今年中にシルクスクリーン札の省力化装置の試験運転を開始したいとも考えております。<laughs> え続きまして、これ、えー、テキスタイル記事の,、えー、の印刷方法についてご説明します、えー。テキスタイル印刷っていうのは、記事の、えー、に印刷する分野なんですけども、圧倒的に染料が、えー、使われてきています。で、顔料については、えー、なかなか印刷しても風合いが硬いだとか、えー、耐久性が良くないということで、なかなか敬遠されてきたものが、 まあ、まあ、様なメーカーさんの技術進歩によって、えーまあ、今後急速に、えー、顔料が増えてくると予想しています。まあ、染料が、えー、問題視される要因については、えー、まあ、環境汚染ですね、えー。染料については大量の水を使います。で、大量の水を使わない顔料に、まあ、世界中の先進国ですとか、まあ、大手アパレルさんも、まあ、 顔料にすべきというふうに見ている会社は非常に多く、徐々にこういうものが増えてくるんじゃないかなと思っています。で、こうなってくると、デジタルプリント、オンデマンドプリントだとか、少量多品種っていうのは非常に最適化された加工方法でして、こういうものにも事業投資をしていきたい,してい,きたいと考えております。<laughs> で、昨年、えー、2 0おととしですね、2022年からは、えー、フランスではアパレル製品の売れ残りの廃棄が禁止されました。で、昨年の、えー、12月には、えー、EU 全体で、衣料品や靴の売れ残りや、えー、廃棄の禁止っていうものが、えー、大筋合意されました。これがまあ正式承認されると、えー、2年後からは大手では、えー、アパレル製品の廃棄が禁止されます。 で、中堅企業では6年後から禁止されるというふうな状態で進んでいます。まあ、こうなってくると、今まで大量に作るっていうことが徐々に厳しくなる時代が、まあ、起きてくるんじゃないかなと。で、これが、まあ、e、EU だけではなく、まあ、まあ、日本が今後どうなるかちょっとわからないですけども、まあ、先進国では言われてくる、まあ、こういうことが、まあ、平気が、問題がされてくるんじゃないかなと。 えーまあ、そういったときに一番重要になるのは、やはりオンデマンドプリント。まあ、必要なときに必要な分だけ作る、えー、仕組みが必ず必要になってくるとで。今まで大量生産やっていた会社が、じゃあ急にオンデマンドプリント、少量多品種を安く作るような構造ができ作れるかというと、なかなかこれは難しいものがありまして、えー、私たちはそういった分野では、えー、一点からでも、えー、安価で作るような、えー、システムを、えー、構築してきました。 こういった分野でも活用できるんじゃないかなということでオンデマンドの私たちの得意分野を生かして記事への印刷分野にも事業投資をしていきたいと考えております。<laughs> えから、雑貨製品の印刷手法については、今まで、ホットスタンプだとか、パッド印刷、シルクスクリーン印刷っていう手法が主にありました。まあ、こういった分野でも、ずいぶん前から UV 印刷っていうのは出てきているんですけども、これはデジタルプリントに最適な印刷方法なんですけども、まだ自動化には程遠い装置しか世の中にはあんまり出てきてないのが現状です。 でどうしても人海戦術で人が多く活用して印刷をするというのが当たり前だったものをロボットを活用したりですとか前後工程を省力化するということについては今後もコストを下げるには非常に研究開発としては重要な分野だと考えておりましてこちらの本についても今期積極的に投資をしてまいりたいと思っています。 海外展開につきましては、ASEAN を生産拠点にソリューションを提供していくようなことを今、準備をしています。以降、アペンディックスとなります。ご覧いただければと思いますので、お手元の資料でご覧ください。 はい、ありがとうございました。